皆さんこんにちは、ダイタラでーす。ピグミン4をやりましょうかーってことで、今回なんですけどね、新しいエリア、前回ね、なんたらの浜辺だっけってところをオープンしたんで、そこ行こうかと思ったんですけど、ちょっと、重いなって。ちょっと、新しいダンジョンに日和っているので、今日は夜やりたいと思います。ごめんなさい、日和りました僕は。日和ってしまった。すいません。なんで今日、やってみたいことが一個あって、そう。あのね、この花吹雪の楽園をクリアして一人救って、で、予備の薬も一個作ってみたいなと思うんですよね。なんで予備の薬作ったらどうなるのかってところもちょっと見たいなと思うので、そういう言い訳をして今日は夜の探索したいと思います。行きましょう。レッツゴー。じゃあどんな冒険が僕たちを待ってるのか、行きましょうか。夜編、夜勤です今日は。ね、たまにやっぱ夜勤挟んとかないとね、うん。俺がビビっちゃうから。さ、光の種、63個めっちゃ持ってんな、俺。光種、どっか、ね、置いと、使いたいけどね。だから、次回とか洞窟の中入った時に光の種使ってみようかなんか難しそうだったら。うん。それがいい。覚えてたらね。うん、俺結構すぐ忘れるから3秒で。3秒で忘れたらごめんなさいってことで。というわけで、今日も探索進めていきましょう。よし。光ピクミン、よう、よう、よろしくよう。なんか、光の塚2つあるけど、ここ。よし、お前くん聞こえる？今回の拠点は、光塚が2つあるよ。なんか奥にあるよね、オレンジの塚。朝まで守りきれた。光の蜜が2つ取れるんだ、嘘！予備をできるじゃん、今回。僕の仮説では2つの光塚、多分、地面の中で繋がってるからね。片方でも壊されると、2つとも光の蜜が出さなくなっちゃうからね。1つじゃ。で、両方守れないから、オッチにも手伝ってもらってねーっていう、オッケー。オッチンとうまく組み合わせてやっていこうぜ。頑張るわ、今回。オッチンもね、いや、だいぶ前回で、あの、夜の戦い方覚えたから、そこら辺うまく駆使していきたいよね。頑張るぞ。はい。ということで、まあ、オッチンは、もう言っといて。オッチン、オレンジは持っといて。オレンジオッチン。オレッチンしといて、オレッチン。はい。で、まず、コンペトをね、ガンガン集めていこう。まず最初はね。で、ここにも中継地点、おとり塚がある。おとり塚。うわぁ、もう敵めっちゃおる、あそこ。でも、まず数増やすとこからだな。まず1体いるからやっつけちゃうか。えいよし。大丈夫これ、裏裏裏、背中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 。よし、ご苦労。あぶねあぶね。これ、コンペイト出てくるよね。出てこない、コンペイト。わからん。よし、じゃあみんなよろしく。20ピクミンで。いい感じじゃん。よし。オッチン頑張って見張ってるね。意識高いよ、いいよ。次。みんな、まだ早く運んで。来てくんないかな。さあ、原生生物たちが騒がしくなってきたよー。だって。あれ、やっぱ攻めてくるのか、原生生物。センサー爆弾で待ち伏せするが容易だって。やってみる？ちょっと一旦こいつやっつけるか。これなんだっけ、こいつ。おらー！みんなでやっつけろ！よし、見かけたやつらはどんどんやっつけていこうぜ。落ちるかな、コンペトなし。やべ、帰りたい、これ。家に帰りたい。原生生物はまだいない。こっち側にコンペトもないから、ここだな、今から行くべきは。行こう、走っていこう。おとり塚が攻撃されてる。わ、おとり塚もう狙われてるの。まあ、おとり塚はどうでもいいか。あっちだ。いや、おとり塚ちょっと助けに行くか。壊れるけど、多分。ピクリンちゃんと耐えてるっていう。足りてるかな。やべえ、あっち行かれてるな。じゃ、壊されへんように一旦攻撃。あ、待って、一旦待って、こいつやっつけろ。で、オッチ次。オッチ行け。やったれ。やばい、めっちゃいるここ。大変ですね、ここ。よし。で、ちょっと待って、ダイダラくんの方もやばいことなってる。ダイダラくんのところもなんかすごいいっぱいいる。おお、やばい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 。おとり塚守りました。えらい。で、ここの拠点歩くね、もしかして。大丈夫かな。やっぱ巣穴あるやん、巣穴。もう。巣穴あるタイプ嫌い。もう、やめなさい。よし。やめなさい、ほんと、君たち。オッチン噛みつけて、オッチンの方もなんか大変なことになってる？大丈夫？よし。オッチンがまずい？オッチンいけて、全然いけるよ、オッチン。オッチン最強。
いや巣穴ありそうだな今回もまた。さあオッチンステン、よしオッチンでドン、噛みつけみんな、よしよしよし、オッチンはやれる子だ。ちょダイダラ君何してるよ今。ダイダラ君ちょっとね、ダイダラ君ちょっと一旦帰ってきてもらっていい？ダイダラ君一人でちょっと一人で帰れるもんして、ダイダラ君一人で帰れるもんして、え帰ってる本当に。オッチンオッチンオッチン、その次にオッチン一旦、やばいなオッチン、しっかり守ってくれだって。はい、よしよろしい、ご苦労。この巣穴をみんなで壊せ。ダイダラ君チェンジ、ダイダラ君よし、ご苦労。いったか、ん、え失敗した、あなんだ、原生生物全部いなくなっちゃった、やっつけたのか俺。やります、めっちゃ夜やのに攻めた力で勝ったね、これ攻めてたもんな、だいぶ今回は。いや今日も素晴らしい働きでした、来たぜ。え2個もらえるの、もう1個、もう1個は2個って聞いたけど、あれこれで薬作りますね、もう1個は2個あるの、本当にどうなの、守れてた。よし、まあとりあえず一旦帰宅。今回、おとり族はもう一個あったの。起動しなかったね。あの辺、コンペといっぱいあったから、起動できたらよかったんだけど、そんなことはなくって感じでした。はい、さあ、帰宅でーす。ただいまー。みんな、無事だったかい？出迎えなんか少なくない？いつもより。そんなバカな。いや、でも今回助ける人がパイロットの可能性あるんだよね。ででんと、探索成功、危険度星に、初めての二つだったね。あ、二つ薬できた。やばすぎる。さあ、治療での葉っぱ人はこの人。やった、やる気が1上がった。オッチなんか鍛えれるぞ、これで。うわ、今回種少な。カナピ。この葉っぱ人だがよ、なんとなくパイロットみたいじゃねえか。来た、ついに。どうでしょうか。もじゃもじゃでさっぱりわからんがーん。もじゃもじゃの色とか形とか生え方とか、そう安っぽいというか、マジパイロットっぽい生え方って何ですか。とにかく、俺様の総額感がそう言ってんだよ。ハッピー。で、明日はこいつ治療してくれよ。はい、コピーだよー。加速薬つけるねーっていう。さあ、これで本当に帰ってくるんでしょうか。最後の一人。この人助けたらもう脱出して逃げていいんでしょうか。わかりません。はーい。じゃあ、ただいま。おはようございます。今日も18日目。過ごしましょう。結構な日数過ごしてる。食料大丈夫かな？心配だよ。まあ、ロイ君いないからね。ロイ君そんなしてたらどうしよう。よーし、早速治療開始してくれ。はい、コピーだよーん。さて、この人は一体、誰なのか？どうだ？どうだ？あ、パイロットだ！バーナード？来た、ついに。バーナード、二乗星からやってきた。民間企業からレスキュー隊へ移籍した。ソーフライト2万時間超えのベテランパイロット。好きな言葉、待てば、中路の日よりありだって。次、2万時間で何時間2万時間です。何日分ぐらい、すげえ時間です、多分。さあ、パイロット、バーナードを治療。無事、レスキュー隊、メンバー、全員揃った、やば！全員揃っちゃった、ついに。全クリです。お疲れ様でした。よくぞ無事だった、バーナード。おい、もう動いて大丈夫なのか。余計なこと言うんじゃねえぞ。リンゴも心配、サンキュー、ミーワンのプロプラメン問題なしです。何や、その喋り方。葉っぱが取れてから不思議と体が軽いのです。これならまた洞窟に置き去りされても一人で逃げ帰れます。置き去り、な、何のことだ。やっぱ逃げたの分かってる。 Don't worry、 ちょっとしたジョークです。あいつディンゴしっかりしろよ、あいつ嫌なやつだからな。さあ、これでレスキュー隊のメンバー全員揃ったな。ではこれよりキャプテンオリバーの表情再開する。来た、アイコピーでーす、でーす。わお、ユニークなルキちゃんです。優香隊長言ってた切り札ですね。助けてくれてサンキューです。任せろ隊長。メスターオーリマの居場所なんですが、気になる西見つけました。西側の新しいやつなんだ。どこにおるの、オーリマは。最後の探索へ。ようやくドルヒン号のパーツを全て回収できる目処が立ってきた。ドルヒン号のレーダーによれば、残りのパーツは巨大な建造物の中にあるらしい。生命維持装置のリミットは近づいてるが、あともう一踏ん張りだ。ここに SQS の装置、SOS や SOS の装置あったよね。で、俺がチュートリアルでやったとこじゃん。ここ。これは復旧したレーダーで周囲調べたところ、確かに巨大建造物の中から救難心臓が
オリマ様そこに、よくやったー。ではだいたらおっちいつものように救助に向かってくれ。そういはいじゅうすけ、えおみんなで行かないの。はいコピー。おっちどうした、あれ、え、おっちに尻尾葉っぱ生えてない、あれ、おっちの尻尾って穴でしたっけ、え、ふわふわだったのになんか尻尾、待って、何が起こってんの、おっちん、おっちん、おっちん、んとりあえず訓練するか。おっちん、日々できることを増やしていけ。おっちんの尻尾なんでなったの、そんなことに。オリマーのモスもあんな尻尾してたよね。超怪力、酸素のせいで、ほら、尻尾もふわふわだよね、ここのおっちん。ムービーのおっちんは。どうしよう、超怪力鍛えるか、突進鍛えるか、おっちんの突進。おっちん、おっちんで突進するか。怪力鍛えようかな、なんかさ、スイカみたいなのあったじゃん。あれを運べなくて、俺ちょっと落ち込んでたからさ。鍛えようかな、超怪力。イェイ、鍛えたぜ、超怪力、おっちんパワー来た。ピクミン30匹分の力がみなぎるっていう、すげえぞ、おっちん。これもう1鍛えたら、多分おっちん。で、ガーリップ見つけたら、追加運べるかもしれん。努力を怠らぬように、うっす、頑張ります。おっちん頑張ったね。さて、じゃあ次もう一回行きましょうか、夜の探索、もう一個のステージ。葉っぱし、調べれば調べるほど興味湧いてくるねーってことで。さて、お薬ちょっと余裕あるんだけど、行ってみたいと思います。ここですね。常名木の浜辺。あ、1と3しかねえ。あ、俺がいたの天守閣ってあそこなんだ、上のところ、ボスいたところだね。で、拠点作ったら開くんだ、これって。じゃあ行ってみるか。ラッパバナ砂漠。砂漠なんだ、そこって。浜辺だけどな。それでは、みんな、行ってきまーす。夜の探索、夜勤2日目。まあ、義務ですから、2個行くの義務ですからね、夜勤は。行ってきまーす。さあ、頑張ろうか、みんな。常名木の浜辺。行ってくるぞ、みんな。ここでどうなるのか。で、オッチの尻尾がなんか変わったの、ちょっと怖くない？え、なんかストーリーで関係あんのかな。オッチン、オッチンが花咲いてねえ敵になる。いや怖い、やめろ。オッチン、オッチンに頼って生きてんだ俺は。やめてくれマジで。さて浜辺にやってきました。夜の浜辺、なんか生物がちょっといなくない？夜怖い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 。さあやってきたよ、夜の浜辺。ここでまた光ピクミン増やしましょう。あ、ここは1個だけ？楽勝じゃん、1個とか。ちょろいよ、1個とか。じゃあ、オッチ。じゃあ、いつも通りよろしく。なんかあったらまた呼ぶからね。よし。じゃあ、まず光ピクミン増やそう。オッケー。よし。じゃあ、まあ、ガンガン行くか。敵もおるな、ここに。よし。はい、ビーム！ほら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 。光ピクミン強いな、だいぶ。突進。オッチの突進。こっちにしましょう。食べないで、食べないで、食べられた、食べられちゃった。おい、強えぞこいつら、地味に。ちょっと待って、原生生物、やべ、いや、変なとこ行っちゃった。いてぇ。いや、俺ばっか狙われてる、俺ばっか狙うのやめて、俺ばっか狙うのやめてください、やめてください、やめてください。痛い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 、普通に痛いです。よし、ちょっと原生生物増やしましょう。ちょっと原生生物じゃねえ、金星生物たちが騒がしくなってきたよ。ちょっとまずいな、今回ちょっとまずいわ。あまり増やせてない。序盤で全然増やせてないのがまずい。普通にねえ、これまずいよ。みんな頑張ろう。マジ頑張ば、頑張ばしよう、頑張ば。よし、頑張ばして、頑張ばして。よし、水中にも光ベルトあるんだね。あるよ、水の中もあるよ、何でもあるよ。やばいな敵、こいつ強えんだわ。ほら、ナマズくん。よし、うわー、ちょっと待って、飛んでるやつもいる。うわー、みんな食べないで。よし、数が揃ったら守りに徹してねー。だって、オッケー、任して。やべえ、前から突撃は愚策。いや、でもいい、いける、数が多いから今いけるわ。数が多いからみんなに殴ったら勝てる。いやいや、やられたか誰か、ごめんよピクミン。よし、みんなで運んで数を増やせ。あっち側がなんかそろそろ来てそうだな、怖いね。おっと、おっと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 、ドビンゴドビンゴドビンゴ。おとり塚に原生生物が。だってちょっと待ってね、
おとり塚に、なんか来た。ああ、あっちか。よし。ちょっと待って、おとり塚が襲われてるよ。攻撃できねえ。よいしょ。で、投げるしかできねえ。投げるしかできねえ。カメ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 、おちょ、やーっ。よし、みんな投げろ。こいつうぜえな、風船どっくり。おとり塚が攻撃されてる。だってまたかよ。よし、ちょっとチェンジ。もうすぐ壊すんだから君たちは。よし、おっちんはちょっとまた行ってて、あっちあっちあっちにいといて、あっちおっちん、あっちん。よし、はい、そこよろぴく。あっち側多分狙われそうだね。今回ちょっと厳選生物多くない？ちょっとこれ巣ある、もしかして。大丈夫？なんかだいぶちょっと強えけど敵。ウェイドーン。いや、殴れ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 。やばい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 。かばれるかばれるかばれる。もうちょっと待て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 。ちょっと待って、カード、カード、おい、みんなで、みんなで噛むな。こいつやっつけれねえ。ちょっと全然ロックオンいかねえ。まずい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 。つい、おとり塚が狙われてる。待て待て、ちょっと一旦はあっち諦めよう。一旦こっちの数が多すぎる。一旦おとり塚壊された。オッケーオッケーオッケー。全然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 。よし、ちょっとずつやられてます。普通にしんどいです。だっておっちん大丈夫ではないな、これは。うん、風船だな、やっぱ。よいしょ。これオリバーじゃないとできないんだよな。なんかその何、光のフラッシュアタック、ファイナルフラッシュ。カメカメカメ。よし、ちょっちん起き上がるの遅い。おとり塚壊される。おい、ガブ。よし、オッケー、ガブオッケー。だってすごいことになってきた。やばい、敵いっぱいいる、助けて。ちょっと敵多すぎる。ちょっと待って、マジで多い、ここガチで多い。やばい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 、ガチで多すぎる。意味がわからん、こんな多いのかよ。オッチと連携して守ってくれ。オッケー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 。やべ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 。よし、とりあえずこいつやっつけて終わり、終わってほしい。終われ終われ終われ。ガブ、どうだ、全部やったか。終わらない。全部やっつけたと思うけど。あ、終わった終わった。よかったよかったよかった。いや、多いな今回の出来。厳選生物全部やっちゃう好きだよ、なんてすごいよ新米くん。よーし、これ一面だよな、嘘だろ。めっちゃしんどかったけど。新米くんよく頑張ったね。どこか1個だけ、しょぼいじゃん。1個とか4つぐらいくれよ。守るの4つなのか。無理無理。いい色してるね。そう、また変な薬いただきました、ごちそうさまです。やばい、おっちん怖え。どうなんだよこれ、ストーリー進めるたびに変わんのかな。まあ俺まだ浜辺行ってるから多分大丈夫だと思うんだけど。どうなんだろうな。全員集合したわけやけど。はい、さて、なんかだいぶ不穏な空気になってきました。ピクミンっていうのは、まあ、不穏なゲームですので、皆様なんか優しくてふわふわして可愛いゲームとピクミン思ってる方いると思います。全然違います。ホラーゲームです、ピクミンは。よし、というわけで帰ってきました。ただいまーす。ふぅ。なんかでも、自分自身が、ねえ、オリバーみたいな感じだって探索していくって、ピクミン使うっていうのおもろいよね。昔あったさ、あの Wii U にあったピクミンアドベンチャーってゲームあったんだけど、あれ思い出すね。あれも、ミーを使ってやってたもんな。懐かしい世界。よし。夜の探索お疲れ様。今日も大変でしたね。いや、今日めっちゃしんどかった。ちょっと汗かいちゃった、焦って。なんで光塚はいつも光ってんでしょうか。光らなければ原生生物が寄ってくることもないのにね。うん、もしかすると光塚は原生生物に寄ってきてほしいのかもね。なんで傷ついちゃうと光の水作れないよ。世の中には危険を感じないと成長できない生物とかもいるんだよ。光塚は意外とそういうタイプかも。あえて殴らせてるタイプなんだそれ。不思議なピクミンの生態でした。やべ、もうなんかメインストーリーもう終わってるじゃん、ほんま。
全クリかもしれん、みんな。お疲れ様でした。探索19日目。おはようございます。いやー、ちょっと夜勤だったから昼まで寝かせてほしいんだけど、みんな。眠てー。こっちの尻尾気になりすぎる。マジで気になる。怖すぎるって。よし。じゃあ皆さん、今回ここまでにしましょうか。今回特に多分新しいことは何もないと思うんですけど、一応図鑑だけ見ておきましょうか。いやー、いろんな生物いるな。こいついたよな、シシドックリってやつ。よくわからへんかった、こいつ。どういう行動するんやったっけ、こいつって。突進してくるやつか、ただの。オッケーオッケー。まあ、あとは特に変わらずといった形で、新しいエリア、浜辺の夜も一回探索してみました。ちょっと夜の浜辺からなんか敵の耐久力がね、上がってる気するんだよね。なんでね、ちょっとね、普通にきついです。また次回頑張っていきましょう。パイロットと話してなかったな。パイロットさん。ユーが噂のルキーちゃんですね。ベリビリサンキューでーす。ミーはバーナード、シェパード号のパイロットなのです。隊長から聞いた通り、優秀な子でよかったです。よかった。嬉しいよ。何なの君は。ミーが葉っぱになってる間、段取りシンキングで頭の中いっぱいでした。だからミーみたいに葉っぱ人になってる、みんな助けてあげてです。オフコースご褒美あげます。オッケー、いつも助けるよ。グッドラックです、ルキーちゃん。すでにレスキューしたんですね、ルキーちゃん、ナイスです。やったぜ。6人以上地上せよ。いっぱい治療したよ。ご褒美でーす。次9人だって。オッケー。資材もっとちょうだいな。資材最近足りてないから。頼むわ。おいしい。そんじゃ皆さん、今回ここまでにしましょうか。さて、ビッグイン4、順調に少しずつ進んでます。ついにレスキュー隊もね、全員救助しましたが、ちょっとオッチンが尻尾やばいです。マジどうしよう。はい。じゃあ終わりましょうか、皆様ね。チャンネル登録したい方はチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。次回ね、また浜辺の探索の続き、やっていきましょう。どんな展開待ってるのかお楽しみに。それじゃあまた次の動画でおつぽいよ。